ここは。無事だったんだね。大丈夫。なんとか平気みたい。わかってる。この傷。そうだ。議論に刺されて。あの時、そう、誰かが、名を呼んでた。僕に、向かって。覚えているかい？神の時代、名前が呼ばれた。つまりあれは、あの世界での僕は、だった。君は精霊じゃなかったんだ。君は マルペルシュロ。千年前、反乱を起こし、破れ、バラバラにされ、封印された神。それが、君だったんだよ。その封印されなかった、欠片の一つが僕に宿る。だから、マルペルシュロの意志が倒されたとき、君の過去の記憶が僕に流れてきた。そしてバインさんやセルシカさんがそうだったように、僕も暴走した。母さんを引き金にして。自分のことをずっと精霊付きだと思ってた。違ったんだね。違うんだ。違うんだよ。僕、初めて君を感じた時、友達ができたって思って嬉しかった。でも嬉しいと同時に、ずっと不安だったんだ。仲良くしなくちゃって、うまくやっていかなきゃって。だって僕の心にずっと一緒に住んでるんだからね。でも何も教えてくれなかったろ。誰よりも近くにいたのが何もわからなかったから。だからずっと不安だったんだ。精霊付きは選ばれし者、世界の命運を左右するだって冗談じゃないよ。なんだかわからない意識が突然心に住み出して、こんなこと誰もわかっちゃくれない、誰も信じちゃくれない。どうして僕はみんなと違うんだろうって思ってた。いっそいなくなればいいのにって。でも今は違う。だってやっと分かったから。精霊だろうとマルペルシロだろうと、そんなのどっちだってよかったんだ。あの暴走以来、僕の中で大きくなってきているのがわかる。きっと
マルペルシロとしての君が僕を飲み込もうとしてるんだ。このままだと君の心に僕が取り込まれる。僕が心の一部になるんだ。そしていつか僕は消える。心の方が僕よりずっと強いから。でもこのままだとそうするしかない。選ばなくちゃいけない。僕につくのか、僕がつくのか。大事なことだよ。よく考えて決めてほしい。どんな結果になっても僕は後悔しないから。どうする？僕と一緒にまた旅してくれるの？すごい。感じるよ。心が軽くなる。力が湧いてくる。すごいよ。これが力。ありがとう。改めてよろしく。無事だったか、ミリ、ギロ、二人とも無事だったんだね。サギ、無事でよかった。よく無事でいてくれた。ギロ、母さんは？母さんは無事なの？安心して、おばさまは無事よ。あの時、サギが意地に飲み込まれて、千年前に飛ばされて、そして神々の戦いの後、私とギロは広場に戻ったの。サギは倒れ込むところだった。その隙におばさまを連れてミンタカから逃げたのよ。今はハッサレーで休んでる。チックとワッチョが交代で見てくれているわ。そっか、よかった。母さん無事だったんだ。無事でおるか。無事だよ。ここにいる。そうか、よかった。ねえサギ、私あなたに話さなければならないことがあるの。わかってるよ。覚えてるの？あの時は夢中だったけどね。でもちゃんと聞こえてたよ。バールハイトのこと、父様って呼んでたね。ええ、お願い説明させて。今の私は。分かってる。ずっと一緒に旅してきたんだ。ミリーのこと信用してる。話して楽になるなら聞かせてもらう。でもそれはここを出た後だ。いつまでもここにいたらまた帝国の奴らが来ちゃうからね。うん、そこまでです。これ以上は行かせませんよ。
シャナとか貴様。おっと、そう興奮しないでください。慌てなくても皆さん順番に楽にして差し上げますから。ふざけるな貴様、母さんを。ほう、随分と元気がいい。さすがは唯一意地と馴染んだ被検隊ですね。被検隊？まだそこまでは話していませんか。まあいいでしょう。あなたは行かせとの指示でしたが、私にも都合がありましてね。邪神に寄生された化け物がのさばっているのは耐えられないんですよ。さあ、私の巻きのあるまで仕上げをしてあげましょう。この世から消えてもらいます。こいつだけは、こいつだけは許せないんだ。
馴染んでいるとはいえ、所詮は作り物。本物の精霊付きのような力は出せはしない。無駄なことを。どうすれば、畜生、あいつには、マキナアルマには勝てないのか。心を一つに。わかった。やってみる。あいつを倒す。いいか。何の相談だ。邪神のかけらが何の役に立つ。行くよ。言っただろ。無駄だと。何？バカな。マキナアルモ、グダグダと。シャナト、ここまでだ。お前は許さない。こいつはなかなかだぞ。
ったよ。これを。ナイスタイミング。あい！これを。ナイスタイミング。守るのは趣味じゃないけど、はっ、えい、痛いわね。これでも食らえ。やっ、その力は、まさか本当に意地の力を引き出すことができるとはな。あの研究もただの推敲ではなかったわけだ。何のことだ。君が作られた精霊月だということだ。ついているのは精霊ではなく、イニシエの邪神の一部だがな。その顔、自分が邪神付きということはもう知っていたか。だがそれが人の手によって宿らされたものだということは知るまい。どういうことだ。今から15年前だ。オーガンの指示のもと、一つの研究が開始された。研究責任者はバールハイト。研究内容は人の手による精霊月の創造、人工精霊月の開発だ。人工？そうだ。全てはオーガンのエゴから始まった。帝国を継がせるために息子を精霊月に仕立てようとしたのだ。精霊月はこの世の運命を左右する。帝国を継ぐ者としての資格は十分だ。もっとも精霊月なんてのは自分からなれるものではない。そこで考え出されたのが、精霊の力に匹敵する何かを人工的に人に宿らせることだった。精霊月に匹敵する何か。マルペルシュロの意地だな。その通り。そいつを生まれたての赤ん坊から成人まで集めた被験体に強制的に宿らせた。ぬしもその一人というわけか。察しがいいな。不幸にして私はまるで意地と合わない体質だった。いや、幸いにしてか。おかげで貴様や他の連中のように化け物になることなく済んだわけだからな。僕もその一人だというのか。人の手によって。逃げたぞ、サギ！クソ！
を生んだ。シャナト、もう逃げられないぞ。さすがにここまでですか。死ぬ前に一つ話してもらおうか。主、なぜオーガンを殺した？簡単なことですよ。あいつだけは私の手で殺したかった。それだけです。なぜだ？オーガンと貴様と何の関係がある？知ったところで何の意味もないでしょう。話は終わりです。さあ、サギ君、君の恨みを晴らしたらどうです？言われなくてもそうするさ。わかってるよ。そんなことする必要もない。そうだろ？このつけ方もう長くはない。行こう、みんな。精霊付き実験か。後を継がせるどころか、逆に命を奪うことになるとは。親父も想像しなかっただろう。よ、サビロ。